야, 이 강우야, 어기로 사 하얗고 야래. 取り方の数は次第に増してくる。 それによ、俺だってお上の御用を承る身分なんだ。おせんさん、おめえだってもういい加減に水商売はよして、れっきとした亭主を持った方が俺はいいと思うがね。どうで、俺なんざ似合いの夫婦だろう。 諦めていたおせんが再び次郎吉に会えて嬉しい。次郎さん、やっぱり連れ出しに来てくれたのね。違うぜ、俺はそんな筋合いで来たんじゃねえ。 後生連れて逃げて、逃げられるか逃げられねえか、外を見ろ。淀川べりはすでに御用提灯の波。 今命の瀬戸際だ。何をそんなに危ない目をしてまでここへ預けておいた仁吉の命を、立て替えた金を取りに来たんだ。 ともあるものが稼ぎの金を行かれたままじゃ、のめのめ江戸へは帰れねえんだ。次郎さん、 でもどうして逃げて。髪型じゃ知りたくねえが、こう囲まれちゃどうなるものか。逃げられる。次郎さん。
女の一年逃げさせるとも。そしておめえは私のことなんか今さら心配してくれるものはないはずよ。ティロさん、ここが私の身の捨て所。私はおせんという女をあんたに忘れさせないよ。私が人を殺めたのはおそらくこれが最初にして最後でしょう。兄さん、お詫びはあの世で。ディロさん、忘れさせないよ。おせんは身を踊らせて淀川へ。おい、川にいた。川だ、川だ。取り方はディロ吉が川へ逃げたと思い込みました。囲みを逃れて次郎吉は屋根の上、下向きなおせんの情愛に涙しながら、月を仰いで次郎吉はおせん、沖の映画全巻の終わりでございます。